はい、どうもタイガです。早速なんですが、白ドラ甲子園第2回です。予選第1回戦で、お相手がまさかの1回戦目から錦野さんっていう強敵なんですけどはい、まあもう本当にフリーを順々に取ってってやっていこうかなと思います。いいですか？じゃあ行きましょうか。スタート。俺なんだろうな、フォアドラとかかな、フォアドラかヒュードラかな、あれ。はい、というわけで、続いてやっていきましょう。なんかさっき接続エラーっぽかったんで、もう一回貼り直しで、じゃあやっていきます。ルールは、予選は目の前フリーですね。で、取りで同数の場合は再試合で、取りでハンデありがち、ハンデありの勝負ですね。取りでが同数でなければ、取りで多く取った方が判定勝利はありです。さあ、コラボ猫トレンドでやるんで、リリスどうしようかな。まあサイクロか、サイクロかドラゴン行きたいっすよね、やっぱり。あー、なしじゃないんだけど、迎撃がいないけど、行ってみようか。進撃しかいないけど、ゴリゴリ押せるといいんですけど、どうかな。ベルドラが機能するかな。で、動画をですね、各試合撮っていこうかなと思います。無線の各試合、ゴリゴリ攻めましょう。さあ、この取り取って、さあ、このネス、ドネス1体だけ使って取っていく。いいっすね、いい感じの流れ。第一だけ全部削られてるんで注意する。で、リリスが出てくるんで、ワンパンさえ入れば。入った。そしたらもう安定ですね。この後はうまく回避しながら、時間を使えるといいですね。コストもないんで、こっちも。前を見てって感じですね。一応トレントが金バッジなんで、多分やれると思うんですよ、エルムと。やれたかな、なんとか。よかった。いや、超怖かったんだよな、やっぱフォアドラだったな。アーチャー引いてよかった、なんとかなった。今回は甲子園2回戦目ですね。エーギルさんって方と2回戦目やります。で、まあ何を使ってくるかちょっと分かんないんですけど、なんか騎馬兵大好きらしいんで、アビクレフラでいきます。アビクレフラ裏コラボ猫でいこうと思います。目の前ですね、目の前で、張っていきます。まあ、牙じゃない可能性もありますけど、アビクレフラ腐らないんで。で、裏コラボ猫っすね、中型2個で。キメラ。大型固定か。キメラ牙？まあ、牙だと思うんですけど、どうかな？キメラか？キメラか。どうしようか。まあ、クレフラの方が射程長いんで、うまく使えばキメラやれるんですけど。攻撃回数も上がってるし、大型絶対2本引きたいですね、キメラだったら。コラボ猫裏にしたんで、金バッジも引いていきたいところですけど、いやー、金バッジ引いても大型引けないのはきついね。
大型を2本引ければ妥協点なんだけど。さあ、つーどうすっか、行くか。仕方ないね、これは行かないといけない。はい、まあ、第2キャラ出さないです。第2キャラ無駄に出しちゃうとあれなんで、打つしかないんで。ここはしょうがない。よいしょ。砦が同数なんで、どういう感じで攻めようかな。さあ、ワイバゲー狙ってくる。ワイバーンめんどくさいな。でもまあバルキリーがいるんで、ここはチビドラでやって奥行かせて、ここキメラ来ると思うんですよね、相手。いいでしょう。でこ結構固まってるんで 100% こキメラ来るでしょう。時間は使ってるんで、あとはここを剣士で完璧に抑えられれば完璧。マジか、そこはいらなかった。チビドラ2体いるんでキメラやれるでしょう。 OKOK。でヴィーナス、ヴィーナスもチビドラが削ってくれる一応。やっぱキバだったな。やっぱアビキバだった。危ねえ、マジ危ねえ。ドローマジ危ねえ。よかった、やっぱアビキバじゃん。ということで再戦ですね。トリエ同数目の前なんで。さてキメラキバ、まあ、キバでしょうね、間違いなく。行きましょうか。キメラキバか。キメラはうまく処理できたけど、ナスだな。ナスがいなかったらもっとうまくいったんかもね。こっちも大型2本引かないと。雲だけは危険だったな。あー、どうすっかな。ありだな。行くか。バッチはないけど悪くない。砦も悪くない。よし、早速牙。下のラインはできればパンダでやりたいんだわ。だからここは俺コラボ猫にした理由があって、突撃させるんだ。ここはもうクリファ行っちゃおう。
オッケー、勝ったでしょ。完璧でしょ。オッケー、あぶねー。あ、勝ってね、まだ。入ってないよね、こっちワンパン。大丈夫だよね。よっしゃー、2回戦勝ちってことで、判定ですけどね、まあまあいいでしょう。ちゃんと相手の裏際読んでクレフラにしてきてよかった。甲子園3回戦です。3回戦の動画でお相手が応援団、あの元応援団の山さん、今確かエールってグルチャだったかな、山さんです。第3回フェスの相方っすね。1700超え経験者の、いやー強いんだよ。目の前張ってくれてるんで行きます。もう決めてますキャラは、マタンゴフォアドラス。マタンゴフォアドラの理由は、まあ、山さんウサギだったんですけど、バカボン読みだったんですよね、もともとバカボン読みで行こうと思ったんですけど、まあウサギだったんで、でもまあでもウサギでもマタンゴは全然悪くないと思うんで、要は山さん結構流行ってるキャラ育ってるんで、マタンゴが刺さんないかなと思って。ただウサギか、予想はしてなかったな。どうなるかな、リリスとかかな、ウサギリリスかな、それともちゃんとじゃない、中型固定してくんのかな。さあ一本勝負なんでやっていきましょう。鳥で欲しいっすね。いや怪しい、いや怪しい、大型引けないかな。引いたけど足だらけだな、迎撃がいね。さて、ゴブの方が足速いんで、ゴブだけ大砲飛ばしましょう。銃剣士とイカと、さあどうすんかな、今のところ悪くないですけど、この後のバーサークが刺さってくれればちゃいますね。いやワンチャンあるぞこれマジで。フォアドラが生きてる、ためをかこすと、いける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 、オッケーオッケー、いける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 、マジなんとかなったこれ、ギリギリいったでしょ。よっしゃーいったでしょう。いやイカの使い方下手だったけど、フォアドラがマジで刺さってくれた、なんとかなるかなと思ったんだな、フォアドラでよかった、キャラの相性よかったな。てかドラゴンに毒が入ったのがマジでよかった、あれ入ってなかったらフォワードラ多分やられたもんな、大砲も打たれただろうし。まあそんな感じで、いやマジでギリギリだったけど、本当にコストも一回ギリギリだったし、
なんとか、決勝進出に決まりました。次の決勝勝てれば、全国ですね。でも次の相手も強いんで頑張っていきたいと思います。甲子園の予選決勝です。同日にね、同じ対戦相手も数十分前に対戦が終わったみたいで、連絡を取ったらすぐできるそうなので、そのままやっていこうと思います。はい、では、お相手さんはよく見るキャラはクイーンビーとクモなんですよ。で、なんかツイッターではクモが好きみたいな感じのこと書いてたんで、まあ、どっちが来ても瞬間火力出せる、あとロングやれるってことでコラボ猫リーダーでいきます。あとは一番好きな大型のトレントでいきます。まあ、何が来るか分かんないですよ、あくまで予想で。ではありますという話をしたんでやっていきましょうか。はい、補欠キャラはゴブリンバイクと騎馬兵とバーサーカーに変更しました。まあ、相手のリーダーが何か分かりませんが、大型コデじゃないかもしれないし、普通に中型大型かもしれないしね。お相手さんも白レベル70いくつだったんで、だいぶキャラ揃ってると思うんで。マーマンか、マジか。何を引けばいいんだ。マーマン、マンドラゴラは引きたい。クモがまあ小雲を出してくれる点で、小雲で爆発できればすごいでかいんで、あと大型絶対2本引きたいですね。大型戦でやられやすいんで、どこで瞬間火力を出すか。クモがいるんでなるべく砦は取りたい。まあ、クモじゃないかもしれないですけどね。ナスはいらない。いや、ダメ。うちのゴーレム弱い。うちのゴーレム弱いけど、ありだな、これ。行こう。スライムが横なんですよ。で、古代魔導士も、まあまあパクれるんで。ゴーレムは弱いですけど、捨てましょう。めっちゃ緊張してる。緊張して指震えてんだけど。上目に打ちましょうか。飛ばないか、飛ばないか。一応打ちましょう。取りたいんで。何が来るか分かりませんが、ここはスライムで抑えましょうか。さあ、ドラゴンライダー。うん、あれっすね、対空がね結構きついんですよ。カニパクったか。なるべく時間使いたいですね。多分クイーンビーだと思うんですけどね。ドラゴンライダー1本やれればでかい。ただ相手もねコスト余ってるんで、全然ある。判定できれば勝てる。判定でも勝ちたい。
なんとか言ったでしょう。オッケー。あっべー、マジで怖え。バルーンか。え、どっち、ヒドラか。まあまあヒドラか。クモでもクイーンビーでもなかったよ。これこの人マルチで見るとき、いつもクイーンビーかクモだったんだけどな、見るの。なんとかなってよかったっすね。砦判定なんで、決勝進出、決勝進出じゃない、予選優勝です。予選突破です。ブロック予選東京3だったかな、突破したんで本戦に出場です。ここまでね、見てくれてありがとうございました。本戦も頑張るんで、よろしくお願いします。お疲れ様です。